ローランド TR-808TR-808TR-808 はローランドが1980年に発売したリズムマシン。名機として高く評価されている。808という名から日本では俗に、やおやとも呼ばれる。1980から1983年にかけて製造され、製造台数は1万2二千台。当時の価格は15万円だった。 tr-808 が出現するまで、ごく一部の機材を除いて、自動演奏できる電子パーカッションは、そのほとんどがプリセットされたリズムパターンを選択するだけのものであり、演奏の自由度は限られていた。これは、エレクトーンの普及によって、リズム体の要望が多かったからで、プリセットという考え方は妥当だったと言える。しかし、シンセサイザーなどの電子楽器が、 自動演奏されることが YMO の活躍によって一般に広く知られるようになるとリズムボックスの価値は急速に下がっていった。そこでローランド社がリズムそのものをプログラミングできる楽器を開発したのである。ユーザーはそれまでのプリセットタイプの製品をリズムボックスと呼んでいたのに対しプログラミング可能な機器としてリズムマシン特別して呼ぶようになる。ちなみに この後、PCM 音源を搭載したリンドラムの登場によって、PCM 音源方式のプログラミング可能な機器を、ドラムマシンと呼ぶようになる。TR-808 以前にもプログラム可能なリズムボックスは存在していた。例えば、ボス、ローランド社の別ブランドでは、ドクターリズム d r 5 5という簡易、リズムボックスを発売していた。これは、 ロータリースイッチによってパターンを選択し、16分音符のボタンと16分休符のボタンを押しながらリズムを作るものだった。例えば、4分音符4つで1小節のバスドラムの場合は、まず音符ボタンを1度押し、休符ボタンを3度押し、とすべてを16分音符の流れとして作っていった。しかし、この楽器は音があまり良くなかったこと、音色が少なかったこと、 そして何よりも自動でパターンを選んで一曲をプログラムして演奏することができなかった。つまり、簡易リズム作成演奏ボックスでしかなかったのである。TR-808 には横一列16個のランプ付きのボタンが並んでいた。これを1、16音符、16分音符に見立て、4個ごとにボタンの色を変えて一拍に見立てていた。つまり、 一列が一小節であった。ユーザーは、角楽器をロータリースイッチで選択し、鳴らしたいタイミング位置でボタンを押し、ランプを点灯させる。すると1、16拍で流れてくるランプが、点灯したランプの位置に来ると、音が鳴り、リズムを組み立てていけた。このプログラミング方法は、画期的で、わかりやすいものであった。1、32のようなフレーズは、 パターンを二つつなげる方法で構成していた。また、三拍子や変拍子などは、最後の拍の位置を指定して対応していた。一曲のプログラムは、ソングと呼ばれ、これらのパターンの順番を記憶させて作っていった。パターンはコピーすることができ、複雑なリズムの一部のみの修正を繰り返す。例えば、スネアドラムだけをタンタタとすると作業は、割と優しかった。このように、 リズムをプログラムして一曲を作り上げることができるものを従来のプリセットタイプのリズムボックスと区別するためにリズムマシンと呼んでいた。TR-808 は各楽器音のチューニングや音の長さ、減衰時間などを調節することができた他に音を単体でミキサーに送るためのパラアウトを備えていた。これによってレコーディング現場ではスネアドラムにだけ リバーブをかけるなどの柔軟な音作りが可能だった。また、さらに大きな特徴として、ハンドクラップ、手拍子音色が挙げられる。パーカッションの音色も、その当時では充実しており、プロトタイプは YMO のライブで使用され一世を風靡する子になる。TR-808 は、当時15万円で発売された機材ではあったが、プログラミングとハンドクラップは他にはない強烈な、 魅力を持っていた。シンセサイザーが値下がりするにつれ、相対的に、廉価モデルを求める声が高まり、弟分に当たる TR-606 が6万円台で発売される。しかし、大きな魅力だったハンドクラップが TR-606 には装備されておらずユーザーをがっかりさせた。ハンドクラップを真似た音だけを発音する楽器他社で発売されたほどであった。 tr-909 や tb-303 のように後年のデトロイトテクノやハウス、ヒップホップにおける再評価で注目を集めたものとは異なり、発売当初より中期の YMO やプラスチックスといった国内外のテクノップ、ニューウェーブ、ヨーロッパを中心としたエレポップのような電子音楽シーンで積極的に使用されていた。 特に YMO が使用していたものは発売以前のプロトタイプだったという。サンプリング音源を利用したドラムマシンが広まってくると廃れかけたが、蒸気の機材と共に1990年代初頭、前後以降のダンスミュージックシーンで再評価された。シーン黎明期に活躍した808ステートの名は TR-808 に由来するものである。 2000年代以降においてもその人気は衰えず、いまだに中古市場では数十万円ほどの高値で取引されている。2010年に結成されたヒップホップやトラップなどを手掛けるプロデューサーチーム808マフィアにもその名を残す。2016年には一世を風靡したピコ太郎のペンパイナッポーアポーペンにも使用されている。ただし本機はミディを備えておらず。 ジンシンクでしか、同期演奏を行えないため、現代では、銅のソフトウェア音源の音色として収録されていることが多い。じみにで有名なスタジオエレクトロニクスによって、ラックマウントか、ミディ対応したハーベイ808がある。また、本家ローランドからも2014年、TR-808 や TR-909 のアナログ回路を、 デジタルでシミュレーションすることで音色を再現するハードウェア TR-8 が発売された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。